ニアチャンネル。長く乗りたいですね。エクステリア、他社にないデザインが好きです。インテリア、やたらデコボコしたパネルでもなくすっきりしてますし、ドア部分の内張りもプラスチックじゃないので好きです。エンジン性能、このパワーは街乗りではいらないでしょうね。うちは急な坂道なので余裕がある方が燃費いいかなーって思います。走行性能、とても滑らかに走ってくれます。昔のデリカとは別物ですね。わら、パドルシフトが快適です。楽しいです。エンジンブレーキにしてもこれこれって感じです。乗り心地、セレナからの乗り換えですが、運転席の乗り心地は最高です。後部座席のシートも手抜きされてなく、とてもいいです。燃費、こんなもんです。ハイブリッドとかは別物なので、みんなの言ってる思ったよりはよく走るって感じです。価格、やっぱ高いですね。でもそれなり車です。価値はあります。総評、もはや趣味の世界、お父さんの生きがいとなる車です。女房に乗らせたくない車ですわら。燃費偽装の懇願に乗じて少し値引きを期待していきましたが、まだ値引けましたね。少し失敗かな。あ、でもギリギリでキャッシュバックの枠に入りましたわら。それとナビやバックカメラなんかは自分で取り付けましたが、意外とできます。 DIY 用の DVD がネットで安く販売されてるので、それ見ながらやると意外とできます。あとはネットを参考に。乗るたびにワクワクしますよ。